なるほど。で、セットリストはどんな感じ？セットリストは、うん、まあ、ベックの曲から始まって。最初の何曲かは一緒。ブルー。そう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 、ジェフ・ベックのね。一緒。もうちょっと丁寧に説明してあげて、視聴者の方々。いや、違うんですよ。今、セットリストのなんかリストみたいのがあるなと思って。何本か YouTube にも上がってるもんね。うん。だからそのジェフ・ベックのね、うん、ブルーダストって日本公演でもやったインスト。ブルーダストってさ、昔からブルーダストっていうタイトルだったっけ？いや、ブルームーン。ダストは一応今回のセットリストはブルーダストっていう名前がついてるけど。前違ったよね。ブルーね、ダストじゃなかったよ。なんか違ったよね。うん、同じ曲なの？日本公演でやったの。うん、同じ曲。で、キー・トゥ・ザ・ハイウェイ。クーチークーチーマン、うん、ここまでは一緒、うん、次のバッジが最初の入居するかなんかでホワイトルームだって気がする。これ頑張るね。なんかね、いきなりロンドン来たらホワイトルームやらなくなって、うんうん、一度もやらなかった。あ、そうなんだ、うん、それでまあアルバートホールではバッジでしたね、うん、で次はそのプレイヤーオブアチャイルドというパラシスなの。あ、それエレキなの？うん、インスト。それも結構披露されてるよ今まで。あれアルバムじゃなくてなんか配信？あ、そうそうそう、なんかも出てるし、あのチャリティーのやつもね、YouTube に出てるし、もう検索すれば誰でも聴ける曲です。でアコギに移ってドリフティング。カインドハーテッドウーマンも最初のうちやってた気がするな。ニューキャッスルとかやっぱりあれだね、初日とかその辺の方が曲が多かったり面白かった。でノーバディノーズ、これは毎回やります。でバックホーム、バックホームやらない日もあったね。でも大体ホームは貴重だな。大体やってるかな。あ、そういえばちょっとあれ森田君と対バンしたんだけどさ、あの森田君ね、バックホームやってたよ。ほんと、うん、チャレンジャーだね。森田君もまためちゃくちゃ上手くなってる。ほんと、うん、すごい。森田君上手くなってました。はい。バックホーム、うん、それから Tears in Heaven、うん、そこでアコギ終わり、うん、で、Got to get better、うん、次プレゼンスオブザロードをやった日も結構でもさ、ダダ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 やらないでしょ。後半部がカットされてるよね、確か。後半部、You are there。 あ、違う、あ、プレゼンスオブザロードってさ、途中からさ、ダダ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 ダンタンダダって、あれなかったような気がするんだけど。なかったか。それなかったらギターソロいかないじゃん。でもあったの。あった。あったよ。私1回しか聞いてないけど、そのなんかしか。なんかドミノスタね、なんか構成が違うんだよ。プレゼンスオブザロード。うん。ブラインドフェスト。ブラインドフェストも違う。だから新しいアレンジになってて、それをこの間菊池さんがそのバージョンでやったような気がするんだよ。クラプトンセッション。もうロンドンの初日以来やってないんじゃないかな。あ、本当に。代わりに You Are There を。あ、You Are There ね、あれ大好き。貴重だな。貴重だね。あの98年のね。もう我々は陰ながら応援するっていうね。98年はでもあれだったんですよ。すごいソロを弾いたんですけど。うん。98年の1回だけやった。おお。あれはなかった。98年の You Are There 聴いてんだよね。うん、アルバあのアルズコートね。いいな。あれあれだよね、あの女の人のことを歌ったあれじゃなくて、あれなんだっけ、マネージャーさんのことを。ロジャー・フォレスター、あの時に、あの時ロジャー・フォレスターと98年に、まあ、ロジャー・フォレスターが辞めたので、うん、って言うんだけど、まあ、どうとでも取れて。あ、そうなの。私は今回パティのことを歌ってんじゃないかなと思いました。うん、後から理由は言います。そう言われるとなんかまたあの曲がなお一層好きになっちゃうね。でクロスロード、
特別だよパーティーは。クロスロード、リトルクイーンオブスペード、出た。でみんな怒ってた。コカインで、サンシャインをアンコールで結構やったりもしてたけど、ロンドンではやらなかった。ビフォーユーアキューズミーになってた。あ、まあそれが、まああれやった時もあったよね、ね、玉木ちゃんがやるやつ。クラフトンが玉木ちゃんの真似をしているって言って俺が挙げたやつ。何だっけ。クラフトンが玉木ちゃんの真似をしている。あのね、あの、ロジャー、え、うん、なんとかロジャーズの曲、ナイル・ロジャーズ。あ、わかった、それ、あれね、うん、あれ、あれはロンドンでやんなかった。あ、ロンドンでやんなかった。やんない。なんだよ、あれだよ。なんて曲だっけ。You told me baby だよね。You told me baby、 あれだよ。 That's alright、 That's alright、 よく玉木ちゃんやってるじゃん、 That's alright。 それを、バーミンガムとか何回かやってるんだけど、ロンドンではやらなかった。すいません、個人名いっぱいあげちゃいました。やめようって言ってたのに、すいません。サンシャインがなくなったのがちょっと残念かな。え、そうなの。だからそれの代わりにビフォーユーアキューズ。ああ、ちょっとね、サンシャインの代わりだったらちょっとそういう重力出してほしい、ね。何よりさ、レギュラーをやってないの。レイローもバンドフルトナイトもやってないよ。アコースティックでもやんなかったの。やんない。もうクラフトン今後やらないと言ってるらしい。なんで。パティが自分のラブレターを売っ払ったから。パティが自分のラブ、昔のラブレターをオークションで出して、うん、出したじゃないですか、あのレイラーの原画とともに。自分の持ち物結構パティが何ヶ月か前オークションで売って、その中にクラフトンから来た昔の手紙ラブレター売ったよね、うんうん。その手紙は私も何度も読んだことあるし、もう公開されてる、パティの本にも出てる。そうなの。パティの本読んでくださいね、うん。あ、読んだ、うん、読んでない。そこにも出てるよ。本当。だから知ってるの、みんな、ファンっていうか、そういう人は。でもそれをオークションで売ったらいかんよね。で、それはエリック・クラフトにパティが聞いたらいいよって、ちゃんと許可取ってますよって言ってたんだけど、まあ、あんなことをした女の曲はやらないぜっていう感じで。ああ、そういうふうにあれだよ、奥さんに言い訳してんじゃねえ。わかんない、それは。適当なこと言って。私は友達から聞いて、友達は友達から聞いて、それはメンバーから聞いたって。バンドのクラフトのバンド、アンディフェイウェイゾローから初日ニューキャッスルの時に、なんでやんないかって言ったら、クラフトンはあのオークションであれのことで頭きてるから、もうレイラーワンダフルトナイトは今後一切やらない。そうなんだ。だから来年ぐらいやるかもしれないけど、まあ気が変わってやるかもしれないけど。今はそういう心境なんだ。私は代わりに You Are There をやって決別したのかなと思う。あとゴールデンリング、ゴールデンリング途中からやりやすたから。あの今の奥さんに対してもね、ゴールデンリング違うもん。あれって昔 のだからパティの曲、あの時はパティのことを歌ってる。だってゴールデンリングって今の奥さんと知り合う全然前の曲じゃん。あ、そうか。だからパティのことを歌ったって言われてたんだけど、だからやっぱりその向こう の友達と、どうせ腹立ってんだったらシーズウェイティングじゃないの。あれなんか、あれなんかだってさ、俺の記憶によるとなんかほらアルチューになっちゃってパティが、それで怒った曲じゃなかった。そうなの？シズベって違ったっけ？わかんない。すいません、どなたかまた間違ってるかもしれません。いや、俺に言わせりゃオールドラブで。オールラブはでもなんかさ、あの昔のことを思い出してうじうじしてる曲ってバンドメンバーの人言うじゃない。そうそうそう。なんかね、私もオールラブは女の人嫌いじゃない。なんかちょっとめめしい感じがする。そうそうそう。女の人は腹立つんだ、あれ。いや、だからわかんないよ。それはだからそもそもそのアンディが喋って伝え聞いたっていう話が本当かどうかわからないけど、もうアルバートホールの1日目にいろんな友達とこう会って、で今回あの2曲やんない理由知ってる？知ってるか？とかいろんな人に言われて、で聞いたらあのそうだって言って、5、6人から言われたかな。もうみんな海外っていうかイギリスとかの人たちの間では、それはもうね、今回やんないんだよね、あのパティの手紙のことでってみんな言ってた。
あの一方でそのゴールデンリングを歌うってその事情は何なの？それは知らない。それはそういうふうに言われて何日か目からゴールデンリングやり始めたから、あるクラプトンのね、何でも知ってるマイクっていうのに、でもさゴールデンリング昨日やったよねって言ったら、確かにそうなんだよなって言うから、でもレイラとかワンダフルトナイトは違う、やっぱレイラとかゴール、まあね、ワンダフルトナイトはすごいパティのことを大好きな時に歌ったとかっていうことを付き合う前にもうそれで、あの2曲っていうのはそういう曲だけど、ゴールデンリングとかはもうちょっと後で歌った作った曲、You Are There もちろんそうだし、ちなみにあの僕のライトニー・リキさん&ヒズバンドもレイラはしばらくやりませんなぜだか知ってる？あれはギター一人じゃないですか。そうだから、でギター一人のバージョンもあんのよ。1986年、赤いギターの時。本当？あのほら、あのクロスロードで入る一曲目、あのなんだっけ、グレッグ・フィル・ゲインズとあのフィル・コリンズとネイザン・イーストとクラフトの4人でやってるやつあんじゃん、1986年の、うん、あの、オレンジ色のシャツにあの、赤いギターの時の、あの時に4人でやってんの。え、あのタリラリラリラーって誰はやってる？本人がやってる。え、あれ弾きながら歌ってんの？ああ、歌ってる時はだから弾いてないよ、あれなしでやってる。あ、だからじゃあレイラーっていうのが周りでやってるわけだね。そう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 。ああ、あったあった、あったでしょ。でも俺ができなくなった理由は、あのあれ、あの今からそれ弾いたって1年以上かかるから無理って言われたからすいません、もちろんカズミチューターね。そう、チューターに。そう、でそれはだってベースの人が弾いたりとか、まあやりようなくはないからさ。でもまあまあ俺の技量じゃまず無理よ、うん、うん、とか言っちゃって一人じゃな、難しい。無理です、無理です。はい、いいです。タリラリラリラン弾きながら歌えないよ。うん、なるほどね。そういういきさつだったんですね。まあだからみんなが言ってる話ね、それは。うん、でもちろん本人は表向きはパティのインタビューだと了承していいよって言われたから売ったのよっていう話があるから。そのお金困ってんの？わからない。あのパティってクラプトン年上だからもう80歳なんですよね。で、なんで、ああそうか、でもクラプトン79だから、うん、そうだよね。なんでこの間あんなにオークションで売ったか、その目的は全然多分どこにも、ま、出てないんじゃないかな、うん、でその勝手の憶測だと、いやだからその頭にきてやらないらしいよって話はもう初日からみんなが言ってたから。ああ、じゃなくてその売った理由、あ知らない、わかんない。あの旦那さんが仕事で何かやろうとしているとかね、いろいろあるじゃない、うんうん、もしかしたらチャリティーで全部誰かにあげるかもしれないし、もしかしたら甥っ子とか姪っ子にあげるかもしれないし。でいくらで売れたの？あのラブレターっていくらだっけ、何千千2000万ぐらいだっけ。安いね。なんかニュースになったよ、すごいニュースになったよ。なったね。うん、2000万じゃ安いじゃんね。3000、レイラの原画が3億だっけ今はそのぐらいするでしょ。っていうかパティが持ってたっていうのはあれだよな。あ、そうだから分かんない、なぜ売ったかは分からないし、うん、あのちゃんと調べればなんか外国の記事でね出てるのかもしれないけど、なかなか物語があるね、そこには。2300万だ。ほう。もうパティオークションで出したらもうすぐバンバン出てくる。で、あの時なんかすごい話題になったのね。で、あれだ。レイラーの原画は3億7700万。4億じゃん、2つで4億じゃん。うん、80歳で4億手にして何やるんだろうね、ほんと。そりゃ多少クラプトンから恨み買っても売るわな。そう？よくだよ。っていうかよく持ってたよね、あんな昔の手紙。だって2人が1970年にもらったから
70年にもらった手紙よ、1954年前の手紙。思い出の方が大事なような気もしないでもね。てか捨ててるよね。言っちゃってんの。食ってきたのって言ってる。普通は捨てるよね、そんな。だってクラプトンからそんなもらってた、その後クラプトンと結婚したんだし、自分は別れて違う人とも結婚してんだから、70年にもらった手紙なんて捨てるでしょ、普通。そうかな。俺なんか持ってるよ、小学校の時もらった女の子からの手紙とか。いやだから中学校の時もらったラブレターとか、みんな持ってる。かなり持ってたんだけど、あの引っ越しの時になんかねなんかね、父親の部屋になんかで発見したことあるんだけどね、その後ちょっとどっか行っちゃった。いや、父親の部屋になぜかあったんだよ、そういうのが。だからもしかしたらパティもなんとなくいい思い出だと思って撮ってたのかもしれないけど。俺のラブレーター、あの子は今でも持ってるかな。持ってる。捨ててると思うよ。絶対捨ててるよね。ラブレーターとかもらったことある？ない。俺もない。ラブレーターってのはいいや。ない。なんかこうさ、こう交換するんだよ、こう紙に書いて。交換日記みたいな。そう、これ折って。あったね。それがまあいくつかあったね。ラブ捨てるでしょ、でも。捨てないでしょ、そんな。そんな捨てるか。全部持ってる？いや、もう一斉に処分した時期はあったけど、結構な時期もあったで、まあそもそもラブレターもらってないけどね。だって俺の友達なんか小わもてのやつがいてさ、なんか二人酔っ払って家行ったらさ、おりきとか言ってさ、なんかこんな屋根裏みたいなとこをこんな出してきてさ、これ朝昔のとか言ってみて。でその人のことをさ、どう思ってるかによるじゃない、やっぱり。まあね、もうなんか付き合ったけど、もうすごい別れ方をして二度とあんな女の顔見たくないと思ったら捨てるよね。だから男ってあんまりそういう感情にとらわれないんだよね。思い出はいい思い出のままで、女の人はもうスパンだから。だからパティがそれを持ってたっていうのは、パティの中でもクラプトンに相当ひどい目に遭わされたわけじゃない。あ、そうだよね。それで別れたのに、やっぱりなんかパティの中では、まあ意外とほらクラプトンのコンサートに来たりしてるから、見に。だってなんかアルバートホールにでも何度もみんな見かけてるし、独身時代になんかミセスクラプトンとか行って見に行った時っていう話聞いたことあるけど。あ、そうなの。うん、独身時代に、あのまさに我々97年とか8年とか9年とか、あの頃になんかクラプトンと名乗ってなんかライブを見に来てたって、うん、なんか読んだ気がする。でその頃独身だっけ。独身の時。そっか、そんな記憶はうっすらあるけどな。とにかく割と最近もパディ来てた、今日来てたよとか見かけたよとか聞くから。今回来なかった。今回来なかったね。それにパディ、あ、今やってんのよねみたいな、結構よく知ってて、またやってんのよねとか言って、ギルフォードでやったなんかチャリティとかも2階にパティがいたとか、すごい。でもね、まだお年寄りとかも仲良しさんなんじゃないと思ってたから、お互いにそれで結構いい感じで、あの友達っていうか。だけど売っ払ったから頭きたんじゃないかなと思って。っていうか、まあ、そんな、そんな頭きてあの2曲やらないのみたいな、この高校生の喧嘩じゃないんだからとか思ったんだけど、そういうふうに言ってたらしいよ。なんかさ、数年前からさ、パティって俺の中でも一緒だけど、金策に走ってるような印象があったんだよね。自伝書いてみたり、写真展やってみたり。でも、まず自伝はそんな十何年前のやつだし、昔か。写真展はもっと前からやってるから。そうなんだ。世界各国で、やっと日本で、あれいつだっけ、5、6年前。6、7年前、うん。だけどその前に何度も海外でやってるから。そうなんだ、うん、それはもう前から、それはだからこの間のオークションの時に、あ、こんなにまとめても、なんか自分が年を取ったから売ったのかなと思ったの。自分のところに置いといてもしょうがないと思って、うん、まあ誰かの手に渡ればね、うん、あの繋がってくもんね。その人が大事にしてくれて、ね、だって自分が死んじゃったら自分の関係いるしかないもんね。そう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 。なるほど。というね、あの今回はちょっとゴシップっぽい話がアルバートホールでは、なんかみんなひし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 
面白い。いやもう会った瞬間に知ってるとか言われて今回あの2曲やらない理由とか聞いた聞いたみたいな、割とみんな言ってたねそれを。